どうもこんにちは。宣伝部長のこいちです。今日はキンプリ卒業旅行ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、まあ、以前からこういった噂が出てるかと思うんですけども、キンプリさんがね、卒業旅行をするんじゃないか説ってやつですね。はい。まあこれがなんか番組でやるのか、もしくはまあプライベートでやるのかよくわかんないですけど、でもプライベートでやるんだったら、まあ、 めめた後のの方がが行行ききややすすいいかどっちなんでしょう、ね、まあどっちにしてもなんかのなんかこう残る組の方にはかなり仕事がガーッと入れられている状態ですしそういつ行くんだろうって感じなんでそうするとやっぱり番組でやるしかまあ方法がないような気がするんですけどまあ前にしてもこの件についてねちょっとやっていきたいというふうに思います。 はい、こちら、ニュースポストセブンさんの記事でですね、えー、とそうですね、の活動まであと1ヶ月ということで、最初で最後の5人極秘旅行みたいなね、えー、記事が上がってますということですね。 で、えーと、3月上旬、これは中瀬廉さんですね、がたたずんでたって感じで、まあ、以前のドラマですね、のロケだったってことで、まあ、広瀬すずさんとのドラマだったということで、まあ、これがまあ好評だったのかどうかについては、私はよくわかっていませんけども、はい、えーえー、っとそうですね、でまあ、そういったこともありつつです、ね、まあえー、っとですね、先日、えー、5月22日をもちまして、5人での活動終了。 いたしますことを報告申し上げますということでまあ、なかなかねこの表現がねなんか私も毎回取り上げてて難しいなって思うんですけど解散だったら解散で分かりやすいじゃないですか解散じゃないですよね3人が単純にこのグループから抜けるっていうだけなんですよねそれをまあ分裂って表現に しししてももいいいのかもしれないですまあ今回卒業旅行って書いたのでまあよくわかんないですけど卒業って言い方がまあど,どのね、まあ、女性アイドル系で言うとよく卒業卒業っつって出てくるじゃないですか、まあ、よく考えたらねまあそういう言い方で出てくるとまあまあ なんかこう角が丸くなるというか <laughs> まあただあれは見てるとまあ事情はどうあれ自分で決め最終的にねご自身でまあ決定したっていうのが見受けられるんでそして卒業に向けてなんかいろいろ進めていくじゃないですかで最終的にコンサートで「さよなら」って号泣しながらファンも納得みたいな形で「さよなら」っつってで でそのグループにはまた新しく入ってきてみたいな新陳代謝を繰り返していくっていうのがもう受け入れられてるんでねただ男性グループ特にジャニーズ事務所に関して言うともう最初でも固定メンバーになってて、まあ、よほどのことがない限り増えるっていうのはないっていうか多分ファンが受け入れてくれないんじゃないのかなって思うんですよねはいまあまあそういうことがありつつですねまあとりあえずまあ五人での活動があくまで終了するっていう感じなんですけどはいでえー という感じでまあそして年長の3人が辞めるって感じなんですけど海外進出の思いが強く平野ファンクラブを通じてまあいろんな年齢と向き合った時に全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまいみたいなことですかね、まあ、要するに海外で活動することを目標としたけど難しいんで脱退しますっていうことでいうことですよね。 かなっていうまああくまでこうね事務所通しての発表なんでどこまで本心かについてはまあからないですよねだからこれがまあ何て言うんだろうな信頼のある事務所だとなるほどってなるんでしょうけど、まあ、やっぱり SMAP さんの騒動の時の裏側をね鈴木治さんがばらしてましたけどだってもう鈴木治さんが命令されて書いてで でこんな感じでって書いてでそれを普通読むだけ,むだけなんだけどその内容もかなりその文句がクレームがついていわゆる当時の副社長からガーってねこう言われてじゃあ内容を変えてまあ結果みんなそれを渋々読んだということになったっていうわけなんでねでそんなことやる事務所がですねあの <laughs> 今回に限ってだけみんな本人の思いをとるしましたって言われたところで あ,あそうですかとかって感じなんでね。はい、<laughs> まあ本当かもしんないですけどまあもうそ,そこそれを信じるほどのもう申し訳ないけどもう信頼がない事務所なんでね。はい、でえっ、ー、というところですね。でさらに悔しさをにじませながらもキンプリを守り抜くことを決意したのが最年少の永瀬と、まあ、高橋の2人っていうところでね。 はい、涙を流したって感じでまあやっぱり何ていうんですかねどっちかというと残る組の方を綺麗に書くっていうパターンはまあ割とどこも似てるかなみたいな感じのとこありますかねはいお付き合いがあるからしょうがないですよねでえっ、ー、というところですかねはいで結局最後の一日はね5人がどう迎えるっていう形の中でえっ、ー、とまあいずれそれでまあどうしましょうって話ですかねなんか 最後の一日ってね、私はまあ以前からこう普通になんか配信でもいいから、コンサートっていうか、それの方がいいんじゃねみたいな話をしてるわけなんですけど、まあ、逆に言うとそこに合わせてまあ何か番組を流す、5人の卒業旅行みたいなやつ、流せるんだったら、それはそれでいいかもしれないですけどね。はい。で、えー、っと、そうですね。で、キンプリはもともとですね、ミスター・キング VS ・ミスター・プリンス、 ということで2015年6月に結成ってことになるんですかでまうだから2つのグループがまあ合体したみたいな感じのことをよく言われますよねでえ8いやその時には岩橋さんもいてですね6人の期間限定グループだったんだけどまあ、人気が出たんで正式なグループになったって感じなんですかねはいでまあそれでデビューすることになってシンデレラガールは80万枚以上売り上げということで当時からすごかったってことですね ね、でファンクラブの会員数は推定90万人を突破ということでまたたくまにスターっていう感じで頑張ってたということで、ね、一説にはもう嵐さんの次はキンプリだーみたいな話を、まあ、ぐらいの感じまであのものすごく期待されていたと。 いうところですかねでデビュー当時神宮寺さんと高橋さん一緒に住んでいたし平野さんと長瀬さんお揃いの指輪やネックレスをつけてたりまあ仲良しエピソードはすごいということですね。でその関係は今も変わらず最近は5人で進めてる極秘計画があるということで、えー、っと4月19日に発売されるベストアルバム「ミスァイ5はファン投票で選ばれた上位15期が収録された彼らのた集大成っていうことですね。 で得点には5人で出かけた小旅行の映像も収められているってことですね。はい、でメンバー同士で出かけることあっても全員で旅行に出かけたこと過去なく5人は仕事忘れて楽しんだということですね。で高橋さんはテレビのテレビ誌のインタビューで5人でテーマパークに行く計画任せてたってことでスノボにも行こうとかノリノリなんだけど平野さんがハワイに行きたいって言うと。 ングイさんも俺たちと言ったらハワイのようとサンドしていましたって感じでまあジャニーさんに何度も連れてってもらったみたいなんでまあ思い出の地らしいということでそのアルバムの特典の旅行っていうのはあくまで小旅行なのでハワイ行きが実現すれば5人のでの最初で最後の加害旅行になるかもしれないって感じのことを言ってますということでまあまああくまで推測 <laughs> にしか過ぎないですけどまあなんかねその 何でしょうねなんかこうスマップさんのなんか旅行みたいなやつも過去めちゃくちゃそのバズったって話も聞いてるのでまあなねだからまあいろんな意味において何て言うんでしょうね旅行ってやっぱりパなんかこうね個人的な部分がすごく見えるじゃないですかだからまあ表に出てくるときって当たり前ですけどそのまあカチッとして出てくる。 でそ,れなそれなりの結果を残すみたいなことは求められるわけででまあ時々出てくるオフショットもその合間合間なんでねなかなかちょっと関係性本当の意味での関係性っていうのが見えづらいのかもしれませんが。 まあ旅行だとらよりなんか関係性が見えてて面白いですね。だから仮になんか仕事場でしか会わない関係性だったとしても、一緒に旅行に行った時にどうなるんだろうみたいなね、こういう感じのところで、まあ多分行ったらね、面白いものになるんじゃないかななんて勝手に思ってますけど、はい、ということですね。はい。まあ人生もちょっとね、あの、脱退そのものがまあ惜しまれているというところで、そうですね、早すぎるっていう感じですね。で で、カンプリー番組は4月以降も継続することが決まり、5月中に特番がま組まれる計画もあるようですって感じで、まあ、この特番でね、なんかコンサートをやるのか、あるいは旅行が流れるのかみたいなのだ,だと、まあいいかもしれないですね。どうなんだろうね。で、5月22日に東京ドームでさよならコンサートを行う可能性も報じられていたが、まあ現時点では正式発表がないと。スケジュール的にはなんかできるっぽいんですけどね、東京ドームの。 はい、といとう感じで、ただまあ一日しか空いてない中でどうやって設営して撤去するんだみたいな問題があるので, <laughs>、はい、で一方で5人でテーマパークに行く旅行が行く様子などが特番で放送される可能性があるということでまあそれはなんかまあ普通にありそうですけどね、うん、まああの番組としてもやっぱり最後にどういうやつを持ってくるか いうと今まで通りのなんかほら企画っていうよりは5人がなんかこう楽しくやってる様子を流したいって多分思いますよね。でその時にまあ旅行っていうのはまあすごい分かりやすい <laughs> かったりするんでそれとって多分2週連続ぐらいで流せるでしょだからすごくいいかなとは思いますけどね、まあ、その辺はちょっとよく分かりません。はいでえっとそして岸さんは。 主演映画があるから、まあ、ちょっと秋まで残るけどみたいな形ですかねで今んところ個人事務所を作ったり海外進出の具体的な動きはなく平野さんは関係者も今後についてはノープランと話してるようですということですね <laughs> まあいろんな噂出てますけどね、まあ、ノープランだったらそれはまあ分からんよねとただなんかアメリカからのエージェントの話は断ったって話も漏れ聞こえていてそれはなんかねでに脱退したメンバーがそっちに行ってるのもあって で誘われたのかもしれないですけどね。この辺についてはも何とも言えません。はい、である意味で沈黙の残りの1ヶ月間にも見えますが、5人の間では旅行を始め、様々な計画を話し合っているかもしれません。っていうことですかね？はいということでございますと。 はい、えーで、さらにですねこちら才三さんですけど今の記事を前提として、まあ、いろんなことが書かれてるんですけどもえー、っとですねえー、っとキンプリさんがま脱退する予定で女性セブンあこれはまた別か女性セブンの方で最初で最後の5人計画について報じられてるということでまあそれをもとにですね、えー、5人でテーマパークに行くかもみたいなことがまあ言われてるわけなんですけども えとそれだとしたらまあ関係性がいいんだからじゃあそれだったらジャニーズ対処した後に再び、まあ、2人との交流の可能性はどんくらいあるんだろうみたいなことですね。はい、でジュリー社長がいる限り3人がジャニーズ事務所に出戻ることは絶対ありえないと。<laughs> なのでキンプリ5人が再結成するには永瀬と高橋がジャニーズ事務所を対処するしかないでしょうと。 ただ、平野岸、地、神宮寺の3人がちゃんと活動できてない状況では、残りの2人がついていくということはありえないので、まあ、少なくとも3人はジャニーズ退所後の活動を軌道に乗せなくてはならないということっていうふうに言われてるんですけど、まあ、これに関してはどうだう私かなり可能性低いと思ってて、まあ、だってもう,もうその2人にめちゃくちゃ仕事を詰め込んでるじゃないですか、まあ、やめづらいというかね、やめるつもりがないのかもしれないですけど、 加えてなんんんかスマップさんの時も同じこと言われた気がするんでするでよねその先に3人が辞めましたで後で2人が合流するんだって話があったわけですけど一切してないですよね <laughs> あの <laughs> まあ中井さんに関してはまあちょっと出たけどジャニーズ事務所との関係性をうまくつなぎつつっていうポジションじゃないですかそうだからあっちに完全移行っていうのはまあ今んとこなくてじゃあ ただでも先に出た3人がめちゃくちゃ大活躍しててジャニーズ事務所の忖度一切なしみたいな感じで業界がね 動いてたとしたらひょっとしたら合流あれいたのかもしれないですけどね、まあ、その中で本当に生き残るために、まあ、上手にバランス取ってんのかもしれないんですけどまあ確かに3人出てあれはこれ全く問題なくなんか今までと同じように活動してるよみたいなテレビも普通に出てるし CM も撮ってるしあの海外のさらに海外の活動までやってるよってなったら。 いいねみたいな感じで、まあ、それでまあ関係性がうまくいってたら合流ってあるのかもしれないですけどそれでもずいぶん先の話になっちゃいますかねはいまあでも可能性としては私はかなり低いかなと思ってますとでジャニーズ事務所を退所してソロで活躍してるタレントは少なくないがグループとしてコンスタントな活動してるケースは新しい地図とか、えー、ジャニーズジュ,ジュニアのラブチューンを前身とするセブンオーダーってことですかねはい で新しい地図に関してっていうのはまあ一応元スマップっていうかトップ中のトップですからねだからレアケースなのでそれでも地上波を出るまでずいぶん時間かかってるんでジャニーズ忖度はまだまだ強いということですね7オーダーについては順調なんだけれどもまあまだまだそこまでの規模感ではないっていう感じなんですかねはいというところですかねうんだからまあ プリーさんがが抜けた3人がそのままいい感じでグループ活動を続けると相当難しいでしょうってことなんですけどまあそこに関してはまあ私は全然大丈夫だと思いますけどね <laughs> むしろなんか自由に動けていろんなことができる可能性があるような気がしますけどでえー、っといやなんかねだからねこういう記事見てていつも思うんですけど なんかもう本当に日本のテレビを中心に活動することを前提として考えるとそれは大変だよねっていうのはわかるしそこで忖度働くのはわかるんですけどもうすでにそういう時代ではないっていうかそこに出るために我慢するぐらいだったら出た方が得だよねっていう時代が来ててもう本当に今変わり目でもうここから一気ですよ。 だからまあまあそれが目に見えて見えてきたらさすがにあああかんねえと思って多くの人がたバダバって抜けるっていうことがありうるんでしょうけどまあまあそこまで待ってそこまで保険打ってきて今更合流ですかみたいなのはなんかねわかんないと思われちゃうかもしれないですし逆にそうなると抜けんつらいでしょっていう感じじゃないですかねはい。 というところだと思うんで、出るんだったら、まあ、そういう恩恵を受ける前にと言いますか、出てる3人が大活躍する前に合流した方が、まあ、形としては聞き入れて応援しやすいですよね。と私は思います。というような形ですかね。はい。という形でございました。という感じなんで、まあまあ、ちょっとね、えっと、あ、最後にあれ足しとこう。まあいいや、タイトルちょっと変えてあれ足しときますけど、今、最後お話した件とか。で 前線もなんかねまあね5人で仲良くね最後に旅行っていうのはねやっぱりプレゼントにやっぱなると思うんでねそれは番組の方が多分企画しそうな気がするしそれはそれでやってあげてでなおかつ最終日にまあ別に東京ドームである必要はないのでまあ配信でいいと思うんでどっかでこううまくねそのな流して それで完璧とは思えないけど、そのくらいは最低限ファンの皆様のために、まあ、やってあげたらいいんじゃないかなとは思いますけどね。まあなんせファンファーストなんてこの辺ぐらいはね、ファンファーストの事務所なんてそんくらいは余裕でやってくると思うんでね。 まあ私が言ってることなんか当然や,やりきった上でさらにもっとねもう考えつかないようなファンの皆さんが納得するようなことをたくさんやると思うんでねまあファンファーストの事務所ですからもう、まあ、それは絶対やると思うんでねそれは楽しみに待っていようかなと思います以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね